はい、こんにちは、116ウィンズです。シーズンも残り20試合程度、選手の最終成績も徐々に固まりつつあるような時期ですが、まあここまで来れば今季の選手成績見ながらいいシーズンだったか、早く忘れたいシーズンだったかをある程度見極めることができるのかなと思います。その中でも今季まさかここまでの活躍を見せるとは思っていなかった、個人的にこの時期までこのレベルの成績を残すとは思っていなかった選手たちを今回ピックアップしていこうかなと思っています。独断と偏見で今回7人の選手のどこがそんなに予想外に良かったのかなと話していきますので、早速その選手たちを見ていきましょう。まず1人目はカブスのコーディ・ベリンジャー。2019年に MVP を受賞した選手でありますが、はっきり言ってここ数年は期待外れもいいところ、パワーはありますし外野守備もいいですが、いかんせんアベレージが低すぎて総合的な攻撃面での貢献度はリーグ平均以下で、とうとうドジャースも彼を諦めてノンテンダーするほどでした。その後彼のバウンスバックにかけたカブスが1年契約を結びましたが、まあ正直ここ数年の感じだとそううまくいかないだろうと思っていたところ、今季111試合で打率3割1分8厘、ホームラン24本、 OPS も9割オーバーと、ベースボールレファレンスサンスのウィンザーオリプレイスメントも 4.1 とオールスターレベルの活躍を見事に取り戻すシーズンとなってますよね。今季打球指標は例年よりも悪化傾向にあるかもしれませんが、三振を大幅に減らしたことでパワーとコンタクトのバランスが良くなった印象で、結果的にカブスのプレーオフ争いにも欠かせない存在にまでなりました。コンフまた FA となる予定ですが、野手に目玉選手が少ないコンフの FA 市場において、ベリンジャーは注目選手の一人となりそうで、大型契約も期待できそうです。ベリンジャーと同じく FA 間近の選手で言えば、パドレスのブレイク・スネルもここまでのピッチングを見せるとは正直思っていませんでした。確かにレイズ時代の2018年にサイ・ヤング賞を受賞するなど、ボール自体は一級品ですし、そういった投球ができる選手であるものの、ここのところは怪我ですとか調子の波が激しかったりですとか、まあ必ずしもかつてサイ・ヤング賞を取ったピッチャーらしいピッチングをずっと見せてきたわけではないのかなと。そんなスネルが今季29先発でリーグトップの防御率 2.52、 その過程でリーグ最多の四死球は出してしまってはいますが、そんなの関係なく抑え続けていまして、現状はリーグのサイ・ヤング賞有力候補、今季どちらかといえば残念な要素の多いパドレスの中では数少ない明るい要素と言えるでしょうか。パドレスのニエブラ投手コーチによれば、今までのスネルはフォアボールを気にしすぎていた嫌いがあり、そこをどれだけフォアボールを出してもバッターをねじ伏せられるだけのボールがあるんだからアウトを取ることに集中するようになったのが功を奏したみたいですが、スネルもまたコンフこのままいけば大型契約獲得に期待がかかりますね。3人目はブルワーズのウィリアム・コントレラス。昨年はブレーブスでオールスターにも選ばれた打てるキャッチャーですが、いかんせん守備の問題が大きく、ブレーブスがオフにショーン・マーフィーを獲得した際の三角トレードでブルワーズ移籍となっていました。コントレラスの打力に関して疑う人はおらず、あとは守備力がどれだけアップするか、ブルワーズはキャッチャーの守備力向上に関してはノウハウを持っているチームですので、そこがどれだけ良くなるかがポイントだと思っていましたが、ベースボールサバントによれば昨年フレーミング指標が MLB で下位 20% だったのが今季上位 8%、 ブロッキング指標に関しては同じく昨年下位 22% だったのが今季上位 16%、 DRS は昨年マイナス4だったのが今季一転してプラス7と、見事に守備面で改造に成功しています。というか、たった一冬であれだけ守備に問題があった選手を変えることができるのかと、ブルワーズのキャッチャー育成工場のレベルの高さを思い知らされました。単純に守備につく機会が増えたことで昨年比で守備負担が大きく増しましたが、それでも攻撃力はそこまで落ちておらず、現状チーム内の野手ではナンバーワンの貢献度ですし、本当にいいトレードとなりましたね。4人目はアストロズのチャズ・マコーミック。もともとそこまで期待されていたプロスペクトではなかったものの、安定した外野守備にリーグ平均を少し上回る程度の打力と、もともとの期待度を考えたら十分すぎる活躍を見せていた選手ですが、今季打撃面で大きく前進。96試合の出場ながらも WRC プラス144はチーム内3位の好成績で、今季アルトゥーベやアルバレスを長期間欠いたアストロズを打撃で支える存在にまでなるとは思っていませんでした。今季のマコーミックは引っ張りの意識をかなり強めていて、そのおかげでパワーをより発揮しやすくなったのが一つ、また今までは右投手相手にあまり結果を出すことができず、その要因に右投手のスライダーにほとんど何もできなかったのが挙げられますが、フォームを少し調整したことでスライダー対応が劇的に改善。スライダーのランバリューで言えば昨年マイナス7だったのが今季は一転してプラス7となり、右投手相手にもある程度結果を出せるようになったことで打撃成績の底上げが図れた感じですかね。マコーミッククラスのプロスペクトを主力レベルにまで引き上げてしまうんですから、アストロズの育成力は相変わらずです。5人目はマーリンズのタナー・スコット。左のリリーフピッチャーとした超一流レベルのボールを持つスコットですが、まあそういったピッチャーの宿命と言いましょうか、その分超荒れ玉でコントロールの悪さが彼の成功を阻んでいたと言ってもいいでしょう。基本的にコントロールが良くなればというタイプの選手をあまり信用していない私ですが、スコットについてはそれを今季見事に実現させていまして、奪三振能力を維持しながら四死球を半減させてしまいました。
結果64試合で防御率 2.30、 マーリンズブルペンの中でもかなり信頼を置かれていますし、なんならベースボールレファレンスサンスのウィンズオブリプレイスメント 2.8 は MLB 全リリーフ中3位の好成績。シーズン終盤になってクローザー起用も増えてきました。今までとにかくストライクを投げることに苦労していたスコットですが、キャリア最高のゾーン内割合、さらに初球ストライク率は7割オーバーと、これまでのスコットとは比べ物にならず、すごいボールを投げる選手がストライクを投げることを覚えるだけでここまで変わるのかと、スコットの劇的ビフォーアフターぶりには驚かされたものです。続いてはドジャースのジェイソン・ヘイワード。カブスとの8年契約を満了する前にチームからリリースとなってしまい、ドジャースとマイナー契約を結んでいましたが、まあヘイワードの近年の打撃ではなかなか厳しさはありましたよね。それが106試合で WRC プラスまさかの127。短縮シーズンの2020年を除いてヘイワードがシーズンの WRC プラスで120以上記録したのはカージナルス時代の2015年が最後で、それ以降はずっとリーグ平均かそれ以下のバッティングを繰り返してきた選手ですので、まさか不良債権のレッテルを貼られ長期契約を満了する前にチームを去ることになってしまった選手がここに来て復活を遂げるなんて思いもしませんよ。ヘイワードが比較的得意としている右投手に限定した起用、そういった起用が可能なドジャースの選手層もヘイワードの今季の好成績につながっている側面はありそうですが、それでもあの状態のヘイワードですら一定以上の貢献ができるレベルにまで仕上げてしまうんですから、ドジャース自慢の選手改造能力が遺憾なく発揮されたケースとなりそうですね。ヘイワードまで直せるんだったらもう何でもできちゃいますよ。そして最後はマリナーズの JP クロフォードですね。これはもうマリナーズファンでも予想しなかった大変身でした。基本的にはまあリーグ平均程度のバッティングに安定した守備力、昨年は怪我を抱えながらのプレーもあってか守備指標も悪化し、攻守にダウンイヤーの感もあった JP ですが、マリナーズ編成トップのジェリー・ディポとジャスティン・ホランダー GM と夕食に行った際にドライブラインに行かないかと提案され、一冬通っただけであらまあ大変身。キャリアを通してシーズンで2桁ホームランを放ったことすらなかった選手ですが、今季すでにホームラン15本、そして WRC プラスは132と、本当に同じ JP なのかと、一体誰なのかと思ってしまうような猛打を発揮していると。今季の JP は例年よりも無理に当てに行かずに強打する姿勢が明確で、また全体的にスイングを減らすことで多少カウントが悪くなるリスクを抱えながらもハードヒットできるボールをしっかり見極めている印象で、結果的に三振は増えてはいるものの、打球指標も軒並みキャリアハイレベルで、さらにはこの打撃成績ですからね。このバッティングが今後もできるなら、昨年開幕前に結んだ長期契約が一気にバーゲンとなる可能性がありそうです。ということで7人ピックアップしましたが、1年でキャリアの行方を大きく変える選手もいた印象で、特に JP の打撃革命には日々涙しているところです。今回は独断と偏見で7人挙げましたが、皆さんが今季まさかここまでの活躍をすると思っていなかった選手がもしいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。